ルト・バリマールはあの言葉通り帝都解放の立役者に祭り上げられ、クロスベル戦線への協力要請に従い2月には現地入りした。そして機甲兵部隊を率い何度か共和国軍を撃退するうちに、いつの間にか灰色の騎士という名前で呼ばれるようになっていた。ねえ、どうして私たちの誇りまで奪おうとするの？自治州を占領して勝手に共和国と戦争して、あんな列車砲まで持ち込んで、私たちの光を、たった一つの希望を返して、私たちのクロスベルを、あの自由で誰もが夢を持てた街を返してよ。それから半年以上の日々があっという間に過ぎ去っていった。大いなる黄昏が解除されたことで世界大戦は2日目で停戦へと向かった。バンダイク元帥とカシウス中将の協力により、より被害が少ない形での停戦合意がなされ、まるで悪い夢から覚めたかのような多くの帝国軍兵士に帝国民、一方共和国では当然のように帝国への激しい非難が巻き起こるが、幸い1日目の地域で非難は完了していたため、民間人の被害が最小限にとどまったのは大きかった。退任間近のロックスミス大統領も慎重に対応し、不満をある程度抑える方向へと持っていく。なお
クロスベルから帝国正規軍は撤退し、帝国政府とマクダエル議長の交渉も始まったが、総督府治安部隊、通称総督親衛隊は了承せず、一時市内全域が彼らに制圧されることになった。逮捕されたルーファス元総督の呼びかけにも応じず、共和国軍による侵攻も危ぶまれたが、かつて軍警に所属していたクロスベル警備隊と市民の有志に解決が委ねられるのだった。